はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はコマンドカードについて、コマンドコードかについていろいろとお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、まあコマンドコードいろいろあります。はい、まあ一応フィルターかけて自分が使うやつっていうのはこれって決めてるんですが、まあそれ以外にもいろいろとこういう感じでコマンドコードが様々あったりします。はい、でまあいろいろな能力が、含まれてるっていうのもあったりするんですが、正直なところ正解っていうのはねないと思うない、うん、なんかいろいろ最適解みたいなやつはあったりするんですが、正直なところこれがマジ最適で強すぎるみたいなのはないんじゃないかなと思います。まあ、あくまでこれは個人の意見なんで、いろいろとあったりすると思うんですが、まあ、自分はコマンドコードに関しては最適解、まあ、あの、正解ですね。に関してはないんじゃないかなと思います。で、まあ、それを前提にいろいろとお話ししていくんですが、まあ、自分が使っているコマンドコード、まあ、刻印されてないやつもあったりするんですが、まあ、今入手できる花の魔術師ですね。これに関しては必ず入手しておきましょう。この霊装、このコマンドコードですね。はめちゃ強いです。はい。まだ期間はあるんで入手してない方はぜひゲットしてください。刻印されたカードによる攻撃時、自身の NP を 10% 増やすということで、宝具回転率も上げれるし、まあ、耐久キャラクターに使って、耐久要因にすることもできたりするし、まあ、いろいろおすすめですね。で、まあ、それ以外のやつで言うと、レアリティ以下で言うとね、自分こんな感じでめっちゃ集めてます。はい。キュアだけ鬼ほど集めてるって感じかな。で、それ以外の星に霊装はなんかちょろちょろあるなーっていうぐらい、ほんと気持ち程度あるって感じかな。で、なんでこんなにキュアあるのっていう方いると思うんですが、このカードめっちゃ強いです。はい。っていうか、めっちゃ強いというより、汎用性が一番高い。入手がしやすくて汎用性が高くて便利ってなった時にこのコードキュアがすごい強い。刻印されたカードによる攻撃時、自身にの毒、呪い、火傷状態を一つ解除ということでね、めちゃ便利です。とりあえず迷ったらコードキュアつけておけばいいんじゃないかって言われるぐらいに、コードキュアに関しては結構万能になっております。とりあえず迷ったらこれつけておきましょう。で、まあ星1とかのコードに関してないのっていう方いると思うんですが、ちゃんとあります。ただ自分に関しては星1のコードですね、まあここら辺の、神聖特攻 5% 付与、魔性特攻 5% 資料特攻 5% 猛獣人間特攻とか、まあいろいろあるんですが、まあここら辺は正直使う場面がほぼほぼないなということで放置したりしています。まあ単純に上位互換がいっぱい出てるからっていう理由もあったりするかな。で、まあ特にこの人間特攻っていうのはほぼほぼ使う場面がないので、これに関しては速攻打っちゃって大丈夫です。人型特攻だったら使う場面は割とあったんじゃないかなとか思ったりしています。で、まあ、自分がおすすめしてるコードキュアですね。で、これを踏まえた上で、まあ自分どういう風にコードキュア、まあコマンドカードのコードですね、つけてるかというと、こういう感じでつけています。はい、今解放している行動を解放しているキャラクターとしてはこういう感じかな。まあつけてないキャラクターも一定数いたりはするんですが、だいたいこういう感じで解放しています。まあ聖杯振ってるサーバント一切つけてないね。うん、まあ理由としては単純で、聖杯振ってるキャラクターコードキュアとかつけなくても強えやっていう理由で放置しております。ただまあ後々コードキュアに関しては全部つけていこうかなとは考えてるね。で、それ以外で言うと、まあ、コードキュアめっちゃ強いよって言ってる理由がここら辺ですね。エルキル、コードキュア全部。魔王ノップ、コードキュア。クフーリンオルタ、キュア。ヘラクレス、キュア。アスクレピオス、キュア。ということで、全キュアにしてるキャラクターが合計自分は6体。まだ少ない方なんですが、こういう感じでいたりします。はい。で、まあ、なぜキュアをつけるかというと、やっぱ汎用性が高いなというのと、ヘラクレスとかだったら特にね、わかりやすいかな。そのガッツするキャラクターだった場合、火傷でガッツ消費されて負けちゃったっていう場面が結構多かったりします。特に絆ヘラ使用する場合、ガッツを3回の自身でガッツ付与で4回ガッツすることができるって考えた時に、このキュアをついてるかついてないかで耐久力が結構変わったりしてきます。まあそういった意味で、
絆霊装とか、まあこういうキュアガッツを使うキャラクターに関しては、優先的にキュアつけていくっていう形でいいかなと思います。そしてまあキュアをつけておく利点なんですが、まあ自分の場合オルタニキとかにもいろいろつけているんですが、まあ敵のやけど、毒呪いに関してはやっぱりね、これつけておくと便利なんだよね。冗談抜きで、その自身が敵に呪いしようとか思った場合、だいたい20万から1000減って199,900みたいな感じで、まあ、チリツモ程度だなっていうのがあったりするんですが、まあ、普通に自分たちが攻略した上で呪いを受ける前提ってなった時に、まあ、ヘラクレスじゃない、クーフーニオルタ、めっちゃ間違えたね。クーフーニオルタだった場合、体力が13,000。で、始皇帝とかだった場合、16,000ってなった時に、16,000で1000減る。ってなるとちょっと痛いよね。10万から1000減ろうがあんま関係ないよってなるんだけど、1万6000から1000減った時とか考えた時にキュアつけといてやっぱ損ないなっていうのがあったりするんで、やっぱりキュアに関してはつけといて損はないかなと思います。でそれ以外のキャラクターとかで言うと楊貴妃ですね。自分楊貴妃に関してはやけどのカードつけております。まあ刻印されたカードの攻撃時に敵にやけどを付与するってやつですね。これなぜかというと、楊貴妃の宝具自体にやけど特攻は持っているということで、コードでやけどをつけれるようにしようって感じかな。まあ楊貴妃自体が、自身でやけど付与できるようになったら強いのにっていうのをコマンドコードで、まあ、補っているという形になります。でそれ以外で言うと神綱ですね。神綱だった場合呪いと、毒付与をつけております。で神綱なぜこれつけてるかっていうと、第一スキルで弱体状態の特攻状態付与という、まあ、お化けスキルなんですが、これを活かすために使っているっていう形ですね。なので今お話ししただけでもちょっと運用方法が違うんだよね。楊貴妃に関してはどちらかっていうと弱点、弱い点を伸ばそう、まあ普通にしようっていう意味で使ってる。で神綱に関しては強い点を伸ばそうっていう感じで使っているんで、まあ運用方法としてそこら辺もいろいろと考える点であるんじゃないかなとか思ったりしています。まあ個人的な結論として、とりあえず考えのめんどくせえやはキュアで、弱点を補完しようっていうタイプ、あとは長所を伸ばそうってタイプ、ここのまあどれか3つのうち何かに入ってればいいんじゃないかなと思います。でそれ以外で言うと、まあ自分のおっさばですねを生かしたいっていうので、コードつけるっていうのもありかなと思います。まあそんな感じですね。まあ本当にコードに関しては正解っていうのがなかったりするんで、まあ自分の好き勝手にやっていくっていう形で損はないんじゃないかなと思います。まあ自分もこのジークフリートになぜ防具威力アップついてるのかっていうと、ダメチャレしてた時にこれが使えるよっていうのでつけてたりするしね。まあいろいろと考えてやっていけばいいんじゃないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.